森岡信用金庫は、岩手県森岡市に本店を置く県内最大手の信用金庫である。通称、森新。森岡市を中心に、八幡大市、久慈市、二子市、東野市、市和郡の矢幡町と市和町、二子郡一子町、九戸郡九戸村及び、岩手郡くず巻町の各地に店舗を構えている。特に、東野市の東野支店は、1993年10月に、 釜石信用金庫から東野支店の事業を譲り受けて開設された。2008年7月7日、ニコ市に本店を置いていたニコ信用金庫との合併をし、この件により、岩手県の信用金庫では初となる信金同士の合併となった。森岡市にある同信金本店の建物は1927年に森岡貯蓄銀行の店舗として開設し、1958年に 同心金がその建物を譲り受け、1977年12月20日には、森岡市の保存建造物に指定されている。現在、本店と本部が別に置かれているが、本部所在地である、旧、六日町は、東湖の前身となる、森岡信用組合発祥の地である。江戸初期、慶長年間燥業と伝えられる、森岡城下の老舗、十一の子、高橋伊兵が、 初代組合長となり、以後の改装を経て、現在に至るまで、金融強行等を免れる連綿と、継続的経営を行う。3桁の数字は、店舗ード2個支店スポーツ振興区事当選券の払い戻し店は、以下の店舗でのみ取り扱う。なお、同心金本店の近くには、同じ保存建造物の岩手銀行中の橋、 支店級店舗である旧森岡銀行本店本館がある。ありがとうございます。